えと今日は23分間の、えー、質問でしたけれども、えー、特にこの間安倍政権が、えー、あらゆる問題で国民の声を聞かずに、えー、政治暴走強権な政治を続けているということの一つとして、えー、TPP そして農協改革の問題を取り上げました TPP についてはこの間アメリカ政府が、えー、議員に対しての 秘密保持義務っていうのがあるんですけれどもその中で議員に対してテキストを開示できるようにと、まあ、情報を公開することを公表したわけですけれどもそれをめぐって、まあ、今,まで今までは秘密を守らなきゃいけないからということで国民に対しては明かさなかったわけですけれどもこの問題を日本でもやるべきだということを迫りました。でこれをめぐってはですね あの政府の答弁はまあ今悩んでいるということで運用でどういうふうにできるかということで考えているっていう答弁ですからまあ国民の世論の高まりの中でまあそういうふうに追い詰められて考えざるを得ない状況になってきているっていうことを一つ感じましたでもう一つは農協改革が一体誰のための何のための改革なのかっていうことを中心に議論をしていったわけですけれどもあのこの問題をめぐっては総理自身が 農家の所得を増やすためだということを言ってきました。しかしながら、まあやり取りの中で、えー、林農水大臣の答弁では、農協改革だけでは増やせないと、まあいろんなことを含めながらやらなければいけないということをあの答弁をされて、結局農協改革で所得は増えないということを認める答弁になりました。で、あの結局この誰のための何のためかっていうことで言えば、やはり財界や大企業 財界や、あるいはアメリカが要求していることをそのまま反映させた中身じゃないかということがこれまでも追及してきましたけれども改めて明らかになったというふうに思います引き続いて国民の世論を本当に大きく高めてこうした危険な農協改革あるいは TPP の問題もです、ね、皆さんと一緒に力を合わせて止めていくために頑張っていく決意ですどうもありがとうございました